東京競馬場第10レースユートピアステークス、3歳以上牝馬限定1600万円以下、芝コース1600メートル、出走メンバー11頭です。日が西に傾いて影が長く伸びていく時間帯、日向の輪乗りから日陰のゲートへという形になっています。1600メートル発走地点は向こう上面、出走11頭、最後は11番のクリノラホール。向こう上面は変わらず向かい風が吹いています。今日の東京競馬場です。スタートしました。クリノラホール、いいスタートを切りました。体半分から1馬身近く出たんですが、ダッシュがついて5番ブラックビーチが並んでかわしていきます。押している8番プレミオテーラー、ダッシュをつけてかわしていきました。プレミオテーラー先頭、ブラックスピーチ2番手、外11番のクリノラホール、差がありません。あとは2番のアルーシャ、4番手のインコースを確保して先頭までは 4,5 馬身あります。3番アルジャンテ、10番ブゼットジョリー、その後は2馬身後方、中段の後ろに1番ベアインマインド、6番クイーンズベスト、外からは4番のアピラート、後方に構えて7番のリカビト並んでいっています。9番のビッシュは最後方です。3、4コーナー中間に差し掛かるところ、単独先頭8番のプレミオテーラー、リードを 3、4馬身キープしています。2番手は5番のブラックスビーチ、外に11番クリノラホール、その後に10番のブゼットジョリー、2番のアルーシャ、4コーナーにかかります。その後ろから3番アルジャンテ、4番アスピラート、後方からビッシュ仕掛け始めて中段外に進出、直線コースに向かいました。先頭8番プレミオテーラー、3、4等分離れた外から5番のブラックスビーチが襲いかかります。400を切りました。2馬身後ろ3番手争い、クリノラホール、間を割ってブゼットジョリー、打ち終わってきたのが2番のアルーシャ、さらに7番リカビトス、横に広がった内から2番のアルーシャと7番リカビトス、2頭が抜けるか、追ってくる角ですが、5番のブラックスビーチ、3番手争いはしのげるかどうか、追ってきたのが4番ピラート、そして6番のクイーンズベスト、前はアルーシャかリカビトスか、並んでゴールイン。3着争い4頭、外にはピラート、そして6番クイーンズベスト、内では5番のブラックスビーチ、差がなく11番クリノラホール。1着争い、3着争いともに接戦。2番アルーシャ、クリストフルメールと7番リカビトス、ライアンムーアの追い比べ、2頭が後続をやや離しました。3着争いも4頭が横一線。東京第10レースユートピアステークス、時計は1分32秒5、上がりタイム、ゴールまでの 800m は46秒0、 600m 34秒2でした。わずかに外でしょうか、2番のアルーシャ、クリストフルメールが追い比べを制したように見えます。7番のリカビトス、ライアンムーはわずかに遅れたか。3着から添い大接戦、外6番クイーンズベスト優勢、内5番のブラックスビーチ、中4番アスピラート、11番クリノラホール、差がありませんでした。世界の名手がずらりと今日はこの東京競馬場で腕を競っています。クリストフルメールとライアンムーアの追い比べ、馬群のやや内、間を割ってゴールまで続いた追い比べは、わずかに2番のアルーシャ、クリストフルメールに軍配が今上がりました。東京10レースユートピアステークスは、1着2番アルーシャ、2着7番リカビトス、3着6番クイーンズベストまで発表されて、4着以降は写真判定を行います。ユートピアステークス確定をお待ちください。